はい、こんにちは、スプラッテンのめちゃんとベルちゃんです。はい、ということで今日はなんかちょっと新しい手に入れたテクニックとスプレーの普通のスプレーをミックスするよね。 OK では複製のやつをいつも散らしてやるけど、この流れる感じのやつスプレーで流して惑星の模様を作っていく。ああ、いいじゃん。いいの。何作るのか全然わかんない。まあ、とりあえずキャンバスにね。キャンバス、はい、いいじゃん。出していきます。オッケー。かっこいい。かっこいい。おー。かっこいい。こっちもやる？いや、外はあれ普通のスプレーだよね。惑星だけはそういうテクスチャーと、あえてこっちもやっちゃうね。なんで聞くんだよ。なんで聞くって？そこでベロちゃんやっぱり新しい挑戦だよって。ビビって欲しかったね。そうそうそう。ほらビビっちゃったベロちゃん。弱い弱いもう。やば、ビビっちゃったね。ビビっちゃった。背景もじゃあこっちにね、こうでね。ベロちゃんやべえこと思いついたよ。何よ。見て見て。ここやばくね。綺麗だね。何それ。すごい。そうやればいいんじゃない？こんな感じ。あ、これきれい、これきれい。うん、どうしよう。なんか思ったようにいかないな。だからいろいろやってるじゃん。じゃあもう一回垂らします。こういうことね。はい。違いますね。合ってますか、今。合ってます。合ってますね。ではここに垂れたやつも切るよ。それどっかの他の動画でやるって。すいません、もうなんかすぐ変わっちゃうね、やってることがね。でもパリはそれね、すぐやりたいよね。そうだね、ベルちゃん優しいね。天使だね、悪魔だね。この動画終わったらよくおい殺す。何をしてたんですか、おいずっと遊んでたね。難しいわ。このキャンバスかなり重い。重いね。最初はさ、これもったいないって言ってたけど、今どんだけ使ってる。皿に使ってる。皿に使ってる。一本終わっちゃったの？もう7本ぐらい使ってる。やばいよ。いいんじゃない？いいんじゃない？これ作り方高手じゃない？ OK、 まあとりあえず乾くまで待ちますか。まあ乾きました。乾いたね。結構時間かかったね。まだ怪しいけど。まだ怪しいけどちょっとやってみよう。いやかっこいい。オッケー。オッケー。ここにど真ん中にやるでしょ。おお。綺麗。綺麗。綺麗だね。やば。なんかやばいよ。なんかやばいね。え？なんかあれすごいよ。おお。めっちゃいい感じ。はい。完成です。こんな感じになりました。どうでしょうか、ベロ先生。なんか私はすごいと思う。立体的、立体的、立体的、立体的です。まあ、っていうことでこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアンディゴース。バイバイ。